現役の高校生やってるんですけど、いじめがすごくて、高1の時に仲良くしてた女の子が、急に私の写真を個人間でやり取りを拡散しだして、理由を聞いたんですよ。なんで写真を拡散したんですかみたいな。いや、なんかわかんないみたいな感じで、はぐらかされて、あんまり深い理由も聞けずに、先生とか交えて話したんですけど、結論、私がその仲良かった女の子に LINE で写真を送ったのが悪いみたいな言い方をされて、裏でめちゃめちゃ陰口言われまくって、また別のグループから自転車を意図的に倒されて壊されるとか、カゴの中にゴミを入れたりしてる男子とかがいるんですよ。仲良くしてくれる新しい友達ももちろんいるんですけど、自分に対して嫌なことをしてくる人たちがいるから楽しめなくて、かかってできて欲しくないだけなんですよ。でもめちゃめちゃ干渉してくるから、その写真って自分だけじゃなくて、その時にいた恋人も写ってたりしてて、個人間と SNS とかで拡散しまくってるっていうのが自分的にショックすぎて、自分が一番悪いって言われたことにも全然納得いかないんですよ。瀬戸側の SNS の使い方がなってないみたいな感じで結論終わって、で、写真拡散した女の子とか男の子には何もないで終わって、いじめられるのって高校入って初めてじゃないんですよ。小学校とか中学校とかでも浮いちゃってて、進級するたびに自分の悪かったところを改めて次頑張ろうみたいな感じでやってきてたんですけど、高校入ってもこうなるんだったら何のために頑張ってきてたのかなみたいな、すごい悲しくなってきて、ごめんなさい、めっちゃそうなんですけど、いやいや全然いいよいいよ、なんかどうしたらちょっとでも楽しく学校行けるかなって思ってて、阿部さんにちょっとお願いしたんですけど、あのね、俺もね、小学校から中学校までね、フルでいじめられてたの。本当に理不尽なことってすごく多くて、俺もね、先生はね、味方してくれなかったタイプだったのね。親には言った？親には言ったんですけど、あんまりなんか相手にされなくて学校はもう集団でいじめてきてる感じ。そうですね、なんかスクールカーストってあるじゃないですか、1軍、ね、2軍みたいな、うん、ああいうのが出来上がった頃、 SNS とかで言われるようになって、仲いい子みんなに裏切られて、どんどんずっと一人ぼっちみたいな感じなんですよ。クラス外入って友達もちょっとできたんですけど、もともと同じクラスだったいじめっ子たちが教室までわざわざ来てからかいに来るみたいな、すごい続いてて。外側はさ、はい、今高校何年生なの？高2です。今高2か、長えな。何のために頑張ってきたって本当にそう思っちゃうよな。最近なんですけど、学校の中で花火やったりとかするバカがいて、近所からの苦情とかも絶えないぐらいやばい高校だって入ってから気づいたんですよ。そしたら瀬戸が本当に辛かったらマジで学校行かなくていい。相談窓口ってのがあるんだけどそこに相談する勇気ってある？もしないんだったら俺が代わりにやってあげてもいいよ。相談窓口って、うん、学校とかでよくカードで配られるみたいなやつですか？うん、調べても出てくるし、今瀬戸川の現状ってさ、学校ではもういじめの根源があって、先生も罪をなすりつけて、親もさ、そこに関して深く受け止めてくれない。誰に頼ったらいいの、うん、誰が味方になってくれるのっていうのが現状じゃん、はい、すごいことだと思うの。俺瀬戸川が学校にそれを言って一回話し合いの場を設けたってこと、俺マジですごいことだなと思って、俺言えなかったのそれ、うん、それを言ってしまうとさらにいじめが悪化するんじゃないかと思って怖くて言えなかったのね。で、本当に辛かったな。よく耐えたなと思って、今だから瀬戸川本当にすごいなと思ってんの、はい、まだしんどいのがずっと続いちゃうと思うの。誰も解決してくれなかったわけじゃん。瀬戸川がさ、解決してくれると思ってた頼みの綱が、これ以上頼ってももうどうしようもないんじゃないのっていう風に瀬戸川が思っちゃってるんだったら、これも何かの縁だからさ、全然俺個人間での連絡もしてあげるから、俺が代わりに言ってあげようか。今見てるやつもそうだけど、俺は何があっても瀬戸川の味方だから。よく言うじゃないですか、うん、いじめってなんかされる側にも理由があるみたいな。ないよ、ない、ない、はっきり言う、ない。いじめてるやつが100悪い、はっきり言う。うん、ありがとうございます、うん、瀬戸川何にも悪くない、全然言っておいで。辛かったな。はい、うん、任せろ、俺が救ってあげる。今瀬戸川が一人だったんだけど、この時点で今見てる114人と TikTok の22万人が瀬戸川の味方になりました。ありがとうございます、うん、で、よく俺に話してくれた、偉いぞ。